皆さん、ここは JR 名古屋駅。今回は、小玉号みたいな光号に乗ってきたということで、ちょっと撮影したいと思います。小玉号って早い時も遅い時もあるんですが、今回は遅い区間に乗っていきます。では、ここを撮影したいと思います。では、今回は自由席に乗っていきたいと思います。自由席ですね。京都のレジオとしています。乗車券の区間。カードや切符の取り忘れに。では改札に入っていきたいと思います。645号新大阪駅17番線から発車するようですね。では17番線に行きたいと思います。はい、これ、1本前の光号ですね。これは静岡県内止まって山陽新幹線での直通して全部各駅に止まってたんですね。新神戸まではこの電車が確かに、あゆいかあゆいまでこの電車が先着しますね。岡山には7分後でのぞみが早く着くという感じですね。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お客様には、ホテルの駅はホームの駅からご覧ください。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お客様にはホテルにご注意ください。先ほどの駅はホテルからご覧ください。
この岐阜羽島では名鉄線としか乗り換えがないという感じですね。東海道線とは、乗り換えができないという感じですね。また